はい、本日はですね、こちらノースフェイスのヌプシジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、とうとう今年2022年からちょっと仕様が変わっております。変わったということでね、ご存知の方も多いと思うんですけども、以前まで2021年までっていうのはですね、比較的ヌプシジャケットというと細いスタイルやったんですよ。ただ今年からはちょっとゆったりめになってて、30周年ということで僕もめちゃくちゃ期待してたんですけども、あれれと、ちょっと実際着てみたら思ってるのと違うかったんですよ。だからその辺をね、いろいろ見ていきたいなと思います。まずは着用いきたいなと思います。はい、こちらはですね、今回 L サイズを着用しております。ちなみにこれはね、カラーに関してはホワイトというか、染色してない状態のカラーになってて、アンダイドっていうね名前でね、これ別にヌプシだけじゃなくていろんなねジャケットでこれ採用されてるんですよ。染色せえへんことで、染色するとねめちゃくちゃ水使うんですよ。でめっちゃ水使うから環境に良くないよねっていうことで、染色してないっていう状態なんやけども、色々と気になることがございます。ちょっと白やから膨張してて、あれちょっと大きめなってるんかなとか、色々分かりづらいこともあるとは思うんですけども、これがですね L サイズのヌプシジャケット。ちなみに XL サイズ、去年までの分がありますので、それ一回着てみようかなと思います。はい、ということで、去年までの XL サイズはこんな感じです。だからワンサイズこっちの方が上やねんけども、やっぱ身幅がねちょっとシュッとしてるかもしれないですね。今年バージョンの方から少し身幅がゆったりしてて、さらにこれ後でも言いますけども、ちょっと保温力下がってると思います。だから今までノースフェイスで一番あったかいジャケットってバルトロでもなんでもなくてヌプシなんですって僕散々言ってたんやけども、ちょっと今年からヌプシがランキングちょっと落ちてくる可能性あるんですよ。だから忘却のヌプシジャケットっていう名前に変わっていくかもしれないんですけど、そういうところでね、一回ちょっとどういうところの違いがあるんかとか、どういう特徴があるんかっていうことを言っていきたいなと思うんですけど、特に基本的にはベースはね変更されておりません。だから、あ、そうなんやと。だから基本的には、ヌプシジャケットはヌプシジャケットと思っていただいたらいいんやけども、皆さんが求めてる部分っていうのが変更されてる可能性が高いんですよ。だからどっちでもいいとこは変更されてないけども、ここ変更せんといてよっていうところが変更されてる可能性がありますよね。そんな話を僕はしていきたいなと思いますが、まず一つ注意点だけ言っておきます。ちなみにこれパッて白のジャケット見てもらった時に、あれこの黒のやつ履いてるから不良品やんって思う方いらっしゃるんやけども、これに関してはご安心ください。全ジャケットこうなっております。で、黒い綿と白い綿の違いって何っていうと、髪の毛の色の違いと思っていただいて結構です。水鳥もね、そのグレーの水鳥もいてたり、白色の水鳥もいてるんで、それによって色があるんですけども、こういったジャケットも中開けて見てみたらこんな感じになってます。だから全く同じな感じなんで、特に黒やから悪いとか白やから保温力高いとか、そんなのは全然ないです。もう全く同じってことで、ただ色違うっていうだけなんですけど、これが目立ちやすいのが、白もそうなんやけども黄色とかね、結構目立ちますので、特に黄色と白はもうこのまだらな感じが出やすいので、ちょっとそういうのが気になるって方は注意かもしれないんですけど、それがまず一つというところで言っていただいて、今回最も変わったとこ、僕が思うのはね、サイズではないんですよ。何が最も変わったんかっていうと、重量、この中に入ってるダウンの量がえらい変わってるんですよね。だからそれをまず僕の感覚じゃなくて数値で一回見てもらいたいなと思います。はい、それではね、この0グラムのところを見ていただきたいなと思いますが、こちら0グラムになってますね。で、ここにダウンジャケット入れていきます。今年のねモデルを入れていきます。はい、入りましたが、何グラムでしょうか。602グラムぐらいですかね。602グラムという感じになっておりまして、次は昨年までのダウンジャケットなんですけど、こちらですね、660-70グラムぐらいっていうことで、おおよそ70グラムぐらいの違いがあります。はい、ということでね、その重量が違うのはあったと思うんですけど、何が違うくて重量変わったんっていうと、はっきり言います、中のダウンが減ってます。だからこれはメーカーが別に公式には発表してないとは思うんですけども、これパッて見ていただいて、白の方のねダウンジャケット、これ新品です。で、なんやったら段ボールに畳まれてたから3日間ぐらい釣った状態で放置して、ふっくらを戻した状態でこれなんですよ。でも去年までのモデルってこれだけの綿量あるじゃないですか。だいぶ違うような気がするんですよね。で、これは僕だけが思ってるダウンマニアやから思ってるんかなと思うじゃないですか。じゃなくて僕の嫁もね、これってヌプシなんっていうぐらい別のジャケットやと思うぐらいちょっと薄かったんですよ。だから中の綿が少ないってことは、じゃあどういう風になるのっていうと、単純に保温力は下がりますよね。保温力が下がってくるので、僕のイメージとしてはですね、ノースフェイスの方でもあったアコンカグアジャケット、これに結構近い感じになってるというか、これもねそんなに着膨れせんように薄めに作られたダウンジャケットなんですけど、そこに結構近くなってきたかなというような印象があるんですよ。だってね、基本的には使ってる部品とかはあんまり変わりない。ジップとかもそうやし、あと首元にあるこういうドローコートとかも、去年とかと使われてるモデルあんま変わらへんし、強いて言うならベルクロが以前までの旧モデルと今年からの新モデルでは、新モデルの方が安いベルクロが使われてるぐらいで、ここはちょっと劣化してますけども、それぐらいしか違いはないんですよ。で、あとパターンとかも違いがないのに、重さが 50g 変わってるってことは、おそらく単純にこの中の綿の量が減ったんやなっていうところがね、触るだけでも分かります。だから特に今までの持ってはる人やったら比べてみてください。あ、ちゃうなっていうのが一瞬で分かると思うし、逆に今まで持ったことない人はいいと思います。全然それはそれで気づかないと思うんですけど、持ってはる方は、あ、全然ちゃうわっていうのはね気づいてくると思いますので、ちょっと重さが違うよねと
ということで、それによってちょっと暖かさにも変更が出てくる。今までやったノースフェイスの暖かい現象したら間違いなくこのヌプシがすごいっていう話やったんやけど、それはなぜかというと身幅が細くて隙間がなくてさらに綿の量が多いから暖かいですよねっていうところになってたんですけども、今年から身幅が大きくなって隙間ができちゃって綿が減ってるので、ちょっと風がね行き来しやすいっていうところもあるんで、本力に関してはねおそらく下がるんじゃないかということで、僕の以前のね動画こちら見ていただいた方がいらっしゃったらですね、はい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 、タクゾー確かにノースフェイスのこのやった時にヌプシあったかいって言ってたよなっていう風に思い出すと思うんですけど、これをパッて羽織ってみてあったかいかって言われたら少しね困るところはあります。なのでこの仕様の変更ですよね。皆さんは結構サイズが変わったサイズが変わったって表向きにはよう皆さん言ってたんやけども、いやサイズじゃないよと、これ綿の量減った方が僕としては気になるよと思うんやけども、そういったことでサイズ感自体はねどうなったかっていうと、昔のヌプシ、昔90年代のヌプシこうボックス型でちょっとストリートみたいな感じだったんですよ。で僕あれがちょっと苦手やったんやけども、スタイリッシュになってから好きになったって言ってこれ着とったんやけども、ちょっとそれに戻ったかもしれません。90年代のちょっとボックス型っぽい感じのシルエットに戻っていったんじゃないかなっていうのがねヌプシこのジャケットになってて、まあ言ったら USA とかアメリカ企画ともちょっと近くなってきた、スプリームとかとも近いような、まあサイズ感的にはこの辺りがねあの近くなってきてるんじゃないかなと思います。ただまあ綿の量はちゃいますよ。綿の量はこれは見てもらった通りパンパンにねあるのは分かると思うので、それに比べると少しちょっと減ったんじゃないかなっていうような印象があります。まあグラム数から見てもね分かるんかなと思うんですけども、そんな感じで思ってると。まあなのでデメリットとしてはね、どんなデメリットがあるかと申しますと、これは間違いなく保温力は下がってます。でグラム数が減ったからっていうわけじゃなくて、さっきもちらっと言ったんですけど、身幅に余裕ができるってことはそれだけ風が通ってくるんですよね。でダウンジャケットってタイトであればタイトであるほど暖かいんですよ。でこれはヌプシに限らず、どんなダウンジャケットもそのユニクロでも何でもそうなんやけど、とにかくタイトであればあるほど人間の熱をここに溜め込むっていう構造なんですね。だから細い方が細ければ細いほどええんやけども、ちょっと身幅に余裕ができたってことはその暖かい空気が逃げていくんですよね。で逃げていくし、まあ綿がおそらく減ってるであろうというところから、まあ、保温力はちょっと下がったんじゃないかっていうところがデメリットではあるんですけども、でも対しておすすめとは言いながらも、ヌプシでこれにすることによっていいこともあるんよということはね、例えば今までちょっと暑がりな人とか、都会とかでねうわもう暑いの嫌なんですわと、電車とか乗るのがメインやからねそんな暑いジャケットいらないんですよっていう方は、逆にこれやったらもうちょっとね保温力下げてるので快適に過ごせるやろうし、あとそれでいて綿の量も少ないから着膨れしづらいという、まあこれ白やから着膨れしてるように見えるけども、まあちょっとその辺はスタイリッシュに、ね、着やすいんじゃないかなっていうこともあったりしますし、僕ねインナーダウンとして着るのどうやろうなと思ったんやけども、やっぱ横幅が大きくなってるからインナーダウンではないですね。完全にダウンとして着た方がええんやけども、まあ、ダウンとして着る中でもちょっと暖かいところで着るとか、あとまあ電車の時に着るとか、あとまあ車の時に着るとかでもね、これだったら車で運転できるんちゃうかなと思ったりするんで、そういう方にはいいかなと思います。で今回値段がですね、こちらのタイプはね3万7000円の消費税4万700円ということで、あの普通のカラーついてる方はおそらく3万8000円とかぐらいでね購入できるんかとは思うんで、今年から少し値段も上がってるんですよ。3万5000円台から3万8000円ぐらいまで1000円ぐらい3000円ぐらいかな、 10% ぐらいガンって上がっちゃったんやけども、まあ上がってね、あの綿を減らすっていうのはあえて綿を減らしてる可能性ももちろんある。あのスタイリッシュとかサイズ感をね変えるために下げたっていう可能性あるけども、ここのベルクロ安くなったのはちょっと僕見てますよ。こういうのね、これあえて安いベルクロ使ってんなとかも細かいことやけども、僕はずっと見てますからね、ここちょっと仕様下げてきたなとかね見ておりますので、まあこんな話してるからゴールドウィンから一切案件こうへんねんけどもね、お前そこは言わんといてくれと、黙っといてくれって思うかもしれないけど、やっぱりね僕はあの自腹で買っておりますので、あの別に誰かにいただいてるわけじゃない、自分で自腹で買った上で正直な話をしてます。だから暑がりな人にはほんまに向いてると思うし、逆に保温力を求める人にはちょっと違うジャケットの方が今年からいいかもしれないんですけども、まあ形が好きっていう人もいてるじゃないですか。このヌプシの形が俺好きやねん私好きやねんっていう方も入れてるから、全員が全員がこれあ微妙ですよっていうわけじゃないんやけども、僕みたいに寒がりで保温力とにかく求める人はこれじゃないかもしれないっていうことでね、あ今年もね冬の12月ぐらいにあの東北行くんですわ、旅行でね。で嫁と2人で旅行行くから、その時にちょっとダウンジャケット持って行ってね、検証のやつ、この寒い寒いって震えながらね検証のやつしてみたらね、おそらくこれは数値出ないとは思います。やっぱりだいぶ隙間空いてるから、普通 XL の方が隙間空いてるはずやのに L サイズの方が隙間ねガバガバに空いてやってるからね、まあちょっと寒いんちゃうかなと思ったりするんですけども、まあもしそこでもできればね検証するやついっぱいあるんですよ。モンクレールとかも検証してなかったしね、もうそんなん体一個じゃ持たへんのでね、ちょっとどうしようかなって考えてるんですけども、まあそういったことで、まあ、ヌプシジャケットの仕様の変更としては、まあサイズ感がちょっと大きくなって、あえて綿の量は減らしてるんやと思います。まあスタイリッシュに見せてるっていう言い方もできるし、そこまでの保温力は必要ないって思ったんか知らないですけど、まあそういうところの変更が少しあったということなんで、あとはご自身で考えてください。これがいいことなのか、それともいやちょっと私にとっては微妙やな、いや私にとってちょうどいいやんっていうのはね、皆さんによってちゃうと思いますので、その辺は考えていただければなということで、本日はですねこちらヌ
プシの仕様変更についてお話してみたというところになってます。別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。